今日は長らくこのスワローズを支えてきた投打のヒーロー2人、まずは決勝ホームラン、青木宣親選手です。ナイスバッティングでした。歓声がすごいです。まずナイスバッティングでした。え、ごめん、本当聞こえないです。ナイスバッティングでした。え、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。めちゃめちゃ嬉しいです。ズバリ聞きたいと思います。あの4回先頭で回ってきた打席、打った感触はどうだったんでしょう。いやー、長らくホームラン打ってなかったんで、ちょっとお願い、入って入ってって思いながら走ってました。まあ良かったです、入って。はい、まさに一本が決勝点ということになりましたが、今日は石川投手がナイスピッチングを続けていました。やっぱり勝ちをつけたいという思いもあったんじゃないですか。いや、もちろんですね。本当クラブハウスでもロッカー隣で、なかなか勝てない石川さんをね、ちょっとこう元気のない石川さん見てたんで、なんか今日良かったです、本当。ね、石川じいさんのために頑張りました。ダイヤモンド一周をしてベンチに帰って、石川さんと何か会話はされました？どんな話を。いや、石川さんもなんかマウンド降りた後もやっぱり勝ちたいっていう思いが強いのか、なんかこうそわそわしてましたね。まあいいピッチングしてたんで、まあその辺はね、満足してると思うんですけど、まあでもやっぱりこう勝ちがついたことが、本当に石川さんにとってね、またチームにとっても良かったと思います。他入団から投打でスワローズを支えてきた2人ですよね。こうやって2人で勝った1勝だと思います。非常にその気持ちという面でも大きいんじゃないでしょうか。そうですね、自分もちょっと開幕してからなかなか結果出なかったんで、いつもいつも今日こそは今日こそはっていうね、なんかそういう気持ちでプレーはしてたんですけど、今日、その瞬間が来たことを本当に嬉しく思います。今日は神宮にですね、今シーズン最多2万6000人を超えるファンの皆さんが入場、応援というのも力になったと思います。まず野手を代表してファンの皆さんにメッセージをお願いします。いや、もいつもたくさんのファン の皆さんの前で、プレーすることを本当に幸せに感じています。いつもいつも、そうですね、神宮球場に来て試合を見て楽しんでストレス解消してください。ナイスバッティングでした。今シーズン第1号、青木宣親選手でした。ありがとうございました。